では続いては盆栽師森高弘さんです森さんは2019年7月17日から9月14日にかけてカナダアメリカオーストラリアシンガポールでご活動されましたそれでは森さんよろしくお願いいたします 改めままましししして森弘と申しますすよろしくお願い,いたします私の名前木が3本入っていて、まあ、植物との相性がいいと思うんですけれどもこの時期特に今日なんですけれどもひどい花粉症でして、まあ、途中鼻が出たり涙を流してしまうことがあるかもしれませんけどそれはまあ悲しいとか当時推しの、えー か懐かしいんで、換気余っているということではないので安心してください。えー、また、あの花声でお聞きぎりし苦しいところがあるかもしれませんけれども、それはお許しください。えー、私の修業時代、えー、親方からの教えで、盆栽が主役であって、職人は黒子であるというふうに言われました。職人は 盆栽を一時期預かり次の世代へと受け渡す存在だというのですなので目立たぬように暮らしていたんですけれども文化庁からの突然届いた交流士任命の出来事に大変驚いたという記憶がございます私は現在茨城県つくば市にて盆栽園を営んでおります住居兼アトリエの古民家が仕事場です普段は愛好家や同業者からの盆栽を預かり手入れをしています 今の時期ですと、毎日、埃まみれで植え替え作業をしております、手は土に水分を取られて、ガサガサになって、昔は恥ずかしくて、人前で手を差し出すとか、見られるというのが非常に恥ずかしかったんですけれども、まあ、つっても今も変わらず、まあ、見られたくないというのが、この時期の悩みです。 昨年は新型コロナウイルスによる影響で多くの展示会が中止となりました、えー、展示用の手入れというのも私にとっての大切な仕事でありまして、えー、少人数規模のものから毎年2月東京都美術館で開催する、えー、日本盆栽国風展に飾る木まで手がけております良い木を扱うというのは仕事をしていて気分のいいもので、えー、今年の国風展にも 手入れをした11点盆栽すべてが無事入選いたしました愛好家が丹精を込めて育てた盆栽を最高峰の舞台に飾るそのお手伝いができるというのは職人病に尽きることだと思っています手入れの中に改作という姿をガラッと変える仕事がありますこちら画像なんですけれども心拍という字種を使った改作の例をご紹介したいと思います 四方向から写真を撮ってみました新しい構図を導き出すのに正面や植え付けの角度構想を練っていきます木の持つ個性を最大限に引き出す姿自然界の設理に合わせること技術的に可能かなど複合的に判断していきます わかりやすくラフなイメージで縁取ってみました。正面植え付け角度を変えて、この時点で不要な枝を抜き彫刻も施しております。ここからさらに針金をかけて枝を整えていきます。この木の持つ魅力は仁やシャリと呼ばれる枯れて白くなって木質白くなった木質部にあるんですけれども。 枯れた枝は緑の生命力を引き出し緑の部分は枯れた部分その命の尊さを引き出させるというような効果がございます鉢に収まった姿がこちらになりますしかしあの盆栽はには完成がない芸術作品というふうに呼ばれているんですけれどもこれからまた月日をかけて作り続けていくことになります 盆栽は季節に合わせてスケジュールを組むため交流士の活動期間も人ではなく季節に合わせて調整をさせていただきました7月の中旬黒松の目切り作業を終えた頃から秋の作業が始まる9月中旬までの2ヶ月間を活動期間といたしました 訪問する国の選択は当初、大学や文化施設で講演をしたいという相談をさせていただいたんですが活動期間が夏場でしたので夏の長期休暇学生がいない集まらないという痛恨のミスがございまして大学での開催に若干の期待が持てる国として調整を進め決定したのが今回の4カ国8都市となっております。 では各地の活動について,、えー、全,てではない全てではないんですけれども報告したいと思います。活動内容は主に講演、デモンストレーションワークショップの3つになります。盆栽の基礎 手入れ表現方法などを講演しデモンストレーションは現地の素材を使い剪定針金を使った枝の操作などをご覧いただきましたワークショップはそれぞれに持ち合った盆栽に対してプロの視点でアドバイスをし各自作業を行います一過性のイベントではなく継続する関係づくりに貢献したいと考えイベント参加者と現地の盆栽関係者盆栽関係者と日本,側日本側の施設とつながりを構築する内容を盛り込みました 最初の訪問地はアメリカのワシントン DC です2つの会場をご用意いただきました日本文化を発信する JICC= ジャパン・インフォメーション・アンド・カルチャー・センターそして米国国立樹木園米国国立樹木園内には宮内庁や旧宮城から寄贈された盆栽を含む展示施設がございます 事前に周知を行っていただき JICC では参加者130名国立樹木園では流動性の参加形式を取り80名の参加をいただきました公演とデモンストレーションには現地で通訳を依頼し聴衆がストレスなく時間を過ごせるように配慮いたしましたデモンストレーションの素材は国立樹木園内で育てていた針葉樹の白芯をリハーサルなしのぶっつけ本番で作業を行いました 質疑応答も受け付けていますので手は動かしたまま質問に答える実演となります最初のうちは皆さんじっと席に座っているのですが10分もたつといつの間にかステージ上にいるのが私だけではなく数人の観客が手元を見ようと同じステージ上に上がっているというようなケースが幾度となくございました画像は作業前のものと作業後のものです だいぶ枝は抜いて形作っています次にこちらはロサンゼルスの公園風景です会場は観光地ハリウッドのど真ん中にあるジャパンハウスロサンゼルスこちら外務省が対外拠点として設置している日本を発信する施設になります内装や展示も非常にセンスが良く個人的にも数年前から関心のある施設だったのでこちらでの開催はとても嬉しかったです 裕子館長に冒頭ご挨拶をいただきまして80名のご参加をいただきました地元の方はあまり観光地に寄りつかないというふうに聞いていたんですけども、えー、席が埋まってくれて安心しました、うん、え一番多い質問はやはり、えー、樹齢のことです、えー、何年生きてるんですかとか盆栽は何年ぐらい生きるものがあるんですかというようなことなんですけれども、えー、私が以前勤めていたさいたま市大宮盆栽美術館、えー、こちらには推定樹齢1000年 のそんな話をするとですね大体皆さんとてもいいリ,ラリアクションをとってくださるので、えー、各地での呪霊トークというのは、えー、鉄板でした。 盆栽園を営むジョン・ウォングさんの協力を得て推定樹齢500年の山鳥のカリフォルニア新博を会場に展示いただきましたジョンさんは小学校の頃から盆栽を愛する盆栽フリークでですね登山地図を見て特別な地形を探し出しその子に必ず盆栽のいいものがあると盆栽の素材となるものがあるというので山に入っていくような人です 盆栽界でよく聞く話なんですけれども海外の愛好家が盆栽を始めるきっかけになる映画があるというんですね、えー、皆さんご存知か分かりませんが「ベストキッド」という空手映画ですあの映画実は4作品とシリーズ化されておりまして3作品目には主人公 のダニエルさんが空手の師匠である、えー、あすいません主人公ダニエルさんの空手の師匠である宮城さんがですね盆栽屋を開いているという設定になっておりましてもし機会がありましたらご覧になってくださいアメリカ人の8割がこの映画をきっかけで盆栽を始めたというような大げさなエピソードまで出てくるほどですちなみにジョンさんは盆栽教室小さい頃 盆栽教室のチラシを見て母親に行きたいよとおねだりをして始めたそうですジョンさんの盆栽園でのワークショップです公園からの流れでクラブに入会するという方もいらっしゃいました講演、公園デモンストレーションワークショップのワンセット開催というのは有効にくれ機能してくれたと思いますオーストラリアシドニーでも盆栽園を営むめぐみベネットさんとの共催 同国メルボルンでもビクトリア盆栽クラブ代表のビクターさんとの共催でワンセット開催を実現しております次の画像は1枚目バンクシアと呼ばれるオーストラリア原産の木を使った盆栽です上の方にぴょこんと出ているのは大きな花らしいです日本では盆栽として扱わない珍しい木との出会いは楽しみの一つとなっておりました今回訪問してないんですけれども イタリアではオリーブの盆栽であるとかインドではレモンの盆栽であるとか各地域によってはお国柄が現れる盆栽も多数ございますシドニーオーストラリアシドニーでは平日夜間国際交流基金シドニー日本文化センターにて講演を行いました仕事帰りに社会人も多数ご参加をいただいております 国際交流基金が運営するウェブマガジンおちこち」においてですね2018年私盆栽の連載エッセイを執筆させていただいておりますのでご興味ある方はぜひ一度ご,、えー、ご一読ください隣のバンクシアの隣の画像なんですがこちらメルボルン動物園内での公演風景です結婚式はパーティー会場で窓の外には森があり猿が 飛び回っているような会場でしたここでの講習会はなぜか非常に豪華な講習会になっておりまして動物園が無料で入場ができるとか園内にある日本庭園ガイドツアーとか軽食ケータリングありというような大変大盤振る舞いな講習会になりました松永和義前メルボルン総領事にもご挨拶いただきご観覧をいただきました 続きましてこちらはシンガポールを代表する観光施設ガーデンズ・バイザ・ベイこちらでは運営スタッフに向けての講演とデモンストレーションを行いました私の記憶にある植物園のイメージというのはまあ等間隔に植物が植えられて大きなネームプレートや解説が置かれているというものなんですけれどもこちらの園内にはまあ大ボリュームで ポップな音楽が流れていたるところでいわゆる映える写真っていうんですかね写真撮影ができるというまあ植物のテーマパークみたいなようなところでしたしかし環境問題への取り組みだったり新しい挑戦をしているのが見える施設だったのでまこういう場所で数年働いてみたいなというふうに思ってしまうほどの魅力がのある施設でした えー、ジア盆栽のエリーさんに盆栽を借りし同国における盆栽事情をお話しいただきましたシンガポールの人々は日本の四季の変化や歴史文化に強い関心があり日本への旅行これもリピート率が75%という新日の国で盆栽も広まる市場として大変興味深い国だなというふうに思いましたしかし、まあ、シンガポールは人口の8割がです、ね、マンションに バナナで管理もしくは室内で LED ライトを活用しているということでまあそういった環境下で楽しむ盆栽というのも興味深くありました滞在中山崎淳、シンガポール総領事と面会し訪問のご挨拶とシンガポールにおける盆栽の可能性などお話しさせていただきましたまた杉田亜子ジャパンクリエイティブセンター前所長との会食もご一緒させていただきました期間中 唯一おさ誘い,いただいた会食でしたのでこの時ばかりは少し国の代表っぽいかなというふうな思いがいたしました私の場合は町から町へとさ,さ,させら土佐回り盆栽師というようなイメージだったのでこの時ばかりは特別感を楽しませていただきましたいくつかの訪問先では戦前からの日 2000前からの日系移民のご子息も多く日本人コミュニティーで愛好会を作り白人社会との友好に一役買ったというようなお話を聞きました、えーまあ、日本を離れても植物をめでる日常大切にした日系移民がいたんだなというふうに、えー、感慨深くも感じました盆栽にはあの茶道や華道日本舞踊のような流派というものがないんですね、えー、自然が先生で風雪に耐える松 いや人里に植えられた老木の梅だとかたわわに実をつける柿などが作品のお手本になりますので自然に習うという言葉が作品作りによく使われますこちらカナダ・バンクーバーにおいてですね前元同僚の木本徳文さんのご,協力ご紹介によりガーデナー協会で講演を行わせていただきました えー、そろそろお時間になりますので、えー、終わりにしますが、えー、各回講演の最後に加藤秀夫先生の「盆栽の力」という著書の中から私の好きなエピソードを引用して、えー、締めの挨拶とさせていただいておりましたので、えー、今回もそうさせていただきたいと思います、えー、盆栽を始めると自然の恩恵というものをこれまで以上に強く感じると思いますそんな中私の縁にも研修生として多くの若者が修行し 育っていくのですが長年修行していれば技術そのものは確かに覚えますしかし大きな展示会などでショーなんかを取るとうぬぼれて勘違いする人間が必ず出てくるんですそういう者たちに言うんですいいかこれから俺が言うことを全部できるんだったらその盆栽は確かにお前の作品だと言える水を作ってみろ空気を作ってみろそれから太陽の光温かみを作ってみろどうだ何一つできないじゃないか 今挙げた一つでも欠けたらこの盆栽は誕生していないんだぞそれにもかかわらず俺が作ったなんてうぬぼれちゃいけないよこのようなエピソードです盆栽に対して謙虚でいること自然に対し畏敬の念を抱くことそういった教えです自然はとても身近で忘れがちな恩恵があります自然への感謝そして未来へ行き継ぐ命文化があるそんな意識を心の片隅に置いて過ごしていきたいそんなメッセージが盆栽にはあると思います ご報告しきれないことが多くございますが時間の都合によりお許しください、えー、最後になりましたが訪問先でお世話になりました皆様文化庁のご担当いただいた皆様文化交流士事業局の皆様事故やけがなく活動できてましたことそして貴重な機会をいただけましたことをこの場をお借りして改めて感謝を申し上げますご清聴ありがとうございました どうもありがとうございました少しお話を聞かせてください、はい、よろしくお願いしますよろしくお願いしますあの最後のお言葉私も今すごく胸に心に入ってきましたあの盆栽の中にも日本の心というものがたくさん入っていると思うんですけれども短期間の間にそれを伝えるために、うん ご苦労された点や工夫された点などがあったら教えてください。そうですね。えー、私たちの職仕事をしていると、まあ全員ではないんですけれども、修行期間というものを設けて独立していくんですね。なのでその間に盆栽に対する心霊っていうのをものすごく叩き込まれるんですよ。なのでこれといって今回の 事業に関して改めて準備をしていっただとかこういったものを伝えたいということをあげたわけではなく本当にその時その時の経験から出てくる言葉でお伝えしていければいいなというふうに感じていたので、まあ、そういういことですかねデモンストレーションに使うその木はみんな日本から持っていったっていうことですよね今回は。 いえデモンストレーションで使った木は全て現地でご用意いただきました。全部松ですか松の時もあれば、えー、そうですね針葉樹が多かったですね。しかしあのワークショップの時にはいらっしゃる方々皆さんそれぞれの木を持ち込んでいただくのでその中にはモミジがあったりだとかその現地のちょっと変わった木。 変わった。ちょっと名前が出ないんですけれども、も、はい、えー、様々な樹脂を持ち込んで、それに対して盆栽風にはこうやって作った方がいいよ。というようなお話をさせていただいたという感じです。あの、先ほどレモンやオリーブなどもなんか盆栽にしていたなんて話がありました。けれども今回そのいろんな国を回られて、あこの木はちょっと日本でもやってみたいなって思われた。 植物とかかありましたかそうですね今パッと思いつくものがないんですけれども <laughs>、うんえー、盆栽って基本あの鉢の中でどれだけ大木感巨木感っていうものを表現して作るかっていうものになってくるのでおのずとの葉っぱが小さい短い細かいっていうのが木を雄大に見せる一つの、えー、重要なな ポイントになってくるので、そうなってくると、えー、まあその現地のもので、えー、葉っぱが細かくて小さいものっていうのはなかなか少ないんですよね日本みたいにこれだけのしたような植物があるっていうのは本当に珍しくて、えー、まあね盆栽を軸として世界に発信していくっていう優位性にもつながってくるようなところなのではい。 まああのオリーブとかねレモンとかは自分でもやってみたいなと思いますけどオリーブはねなんか合いそうな気がしますよね,すね葉っぱも細かいし、はい、そうですよね、はい、実際のオリーブモンサイはありますあ日本でもあります日本でもはい作ってらっしゃる方は、えー、あの大勢いらっしゃいますじゃあ今回の海外、えー、いろいろ回られて、えー、今回の経験が今後どのように 生かされていくというか生かしていきたいというふうにお感じになってますかそうですね個人的にはもう変わらずに職人として、えー、あの盆栽に対してやれることを、えー、毎年毎年やっていこうというふうには思っているんですけれどもそれ以外に一人ではできないこともっともっと情報を発信していったりだとかその人コミュニティを作ってそこコミュニティのつながり っていうところを、えー、強化していけたらいいなというふうには思っています。実際あのうちでもあのなんだろうな、えー、コミュニティを立ち上げて、えー、はいその方々が、えー、主軸となってまあなんかねや,やってくれたら嬉しいななんて思ってはいますけれども。はい、今の時代一番ねそういうこ手法が一番こう浸透していくツールになってますものね,、はい、ね。はい自分があのそういう SNS だとか。 ちょっと苦手な部分があるのでその仲間の人たちにその辺はやってもらって <laughs> いえいえで、あの技術面は僕が担当しますよっていうような感じですねはい、はい、今後もますますの活躍を楽しみにしていますどうもありがとうございましたありがとうございます,あり,いますありがとうございました